ファミアーノ・ストラーダ・サクレオ・ベルギクスとは、ベルギウムを獅子の形で表した文章、または地図のこと。地図でない場合、ネーデルラント連邦共和国の擬人化であるオランダの乙女を一緒に描くことが多い。この時、乙女と獅子は、ホラントの庭という丸い囲いのある庭に座っている。これと近いものに、ヨーロッパ大陸を女王に見立てた、エウローパルギーナがある。 80年戦争の最中だった1583年に、オーストリアの地図学者、ミヒャエル・アイチンガーが描いたものが、最古のレオ・ベルギクスである。ネーデルラントでは、死死の紋章が多かったことから、それに触発されたと言われている。レオ・ベルギクスには大きく分けて3種類のパターンがあった。ニュー・ネーデルラント植民地のラテン語名に関する、注釈 EN、ヨーロッパレジーナ、 ハットメラニーランゲ、レオベルジカス。スタンフォード大学。2020年1月20日閲覧。ウィキメディア・コモンズには、レオベルギクスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。